えー、ここは一旦家に帰ろうかなうん。え、え、えー、<laughs> シェフが現れたよ、シェフ。どうしようかな逃げようかな <laughs> なんで蒼天堀にい,いんだよ今回は苦しそうな男になってるな。何があったんだ蒼天堀ならいい店すぐに見つかるだろうって思ってきたけど。 逆に店が多すぎて回りきれない。ああ、もうお腹いっぱいだ。珍しいね、達也さんがお腹いっぱいだなんて。<laughs> だって、ほとんど自らお店回らないでしょ。<laughs> 人任せして。<laughs> あ、あの人テレビで見たことある。何してるんだろう。まあ暇してるよ。<laughs> いつもこの格好だよね。もう、札幌でもね、あんな寒い中、こんな <laughs> 寒そうな格好して。 いつもこの笑顔で<笑>周りのおっさん邪魔なんだけど <laughs> なんだこれ <laughs> もうぶつけて倒しちゃったよ <laughs> えーとまあせっかくなんで声かけてみようかな <laughs> あー満腹すぎて気が遠くなってきた <laughs> そんなに食ったのか <laughs> あのー大丈夫ですかそうですそうですえあうん大丈夫大丈夫ごめんね心配かけちゃって いえ、大丈夫ならよかったです。なんかテレビで見たことある人だなーって思って。<laughs> あ、そうそう、僕、シェフの達也って言うんだ。私、沢村遥かって言います。簡単レシピのお料理とか紹介されてますよね。知っててくれて嬉しいよ。頑張ってる甲斐があるってもんだね。<laughs> 若者のテレビ離れなんて言われてるけど、結構見てくれてる子がいるんだな。 私もテレビの仕事することがあるので、仕事柄色々いろいろな番組をチェックしたりはしますね。色い々ろいろな番組ね。この前の低能クイズ番組もそうかな。<laughs> え、君、芸能人なのえ、知らないの達也さん。そこそも有名なんだけどね。<laughs> あんまり有名じゃないんですけど、一応アイドルとして頑張ってます。そっかー、ごめんね。あんまり詳しくなくって。僕、テレビとか出てるけど、本業はあくまでシェフの方なもんで。 なるほど今日はいつものシェフ姿じゃなくてシフクですしプライベートか何かですかまあ確かにいやでも、まあ、この前札幌ではこ,んこの格好なんだけど初めて桐生さんと会った時はシェフの格好で <laughs> 街歩き回ってたよねタクシー乗って <laughs> いや実はね今番組で僕がオリジナルご当地料理メニューを作って全国のお店を手助けるっていう企画をやっててね で、そのアイディアを探すために、ご当地メニューの食べ歩きをしてるんだ。そうなんですか。あ、だからお腹いっぱいで苦しそうだったんですね。<laughs> 珍しいな、はあ。そうなんだよね。やっぱり一人で、えしらみつぶしに守るのが限界があるね。誰か、いい店を紹介してくれる人でもいれば。あ、そうだ。はるかちゃん、もし、いいお店知ってたら、教えてくれるとありがたいな。いいお店ですか。うん うん、そう。ご飯を食べに行って、美味しいご当地料理を見つけたら、僕に教えてほしいんだ。そこで何か、オリジナルメニューのヒントを得られるかもしれないから。ご当地料理のお店なら、どこでもいいんですかどこでもいいんだけど、はるかちゃん未成年だよね。一応、お酒を出さないお店でお願いしようかな。おおそこはちゃんと守ってるんだね。<laughs> お酒を扱うお店は、別の人に頼むことにするよ。別の人ね。誰なんだろう。 分かりました。紹介するだけでいいならお,お手伝いします。ありがとう。ありがとう。もちろんお礼はするからさ。普段は、えー、普段の食事をもっと美味しく幸せにするためのちょっとしたアドバイスをしてあげるよ。きっとハッピーになると思うよ。へえ、面白そう。楽しみにしておきます。待ってるよ,ー待ってるよー。じゃねえよ。<laughs> いつもこのテンションなんだけど <laughs>。それじゃ、待ってるからね。 なるほどね。タツえん達也 <laughs> だよー、じゃねえよ。なんではるかちゃんの携帯知ってんだよ。いつの間に交換したんだよ。<laughs> さっきはどうも、シェフの達也です。僕は美写問橋のあたりで待ってるから、美味しいお店見つけたら教えてね。よろしく。うん、あそこで待ってるんだね。<laughs> このマップいきなりさ、右側がようこさんの修行で、左側が達也ね。 師匠っていうほどじゃないだろ、別に <laughs>。まあ、時間があったらちょっと、うん、修行でも行こうかな。<laughs> てか、なんでハロカちゃんのアパートの前で待ってんだよな。ストーカーみたいに <laughs>。おかしいな。まあ、じゃあ、一旦今日は、え寝ようかな。ただいまーって言っても、誰もいないんだよね。お、このプレイ中まだ、 置いてあるんだ食べてないんだね、はるか。<laughs> じゃあ、ベッド行って、寝ようかな。朝からレッスンだし、忙しいね。今日も寝ようかな。寝る。明日も忙しいし、今日も寝よう。おおここで衣装が終わるんだね。うわーまあ、はるかちゃん、はるかにしてはなかなか濃厚な。 1章だったよねいろんなことあったんだよねうん。いじめられたりもして <laughs> まあじゃあセーブしとこうか 2> 第2章託された思い誰にいい天気だねんよく寝たなさて事務所に行ってレッスンしないとえー、普通に 開けたね、このショー。ショー開けて何もムービーとかなかったね。普通だったら、竜がごとく、ショーを開けるとね、なんかムービーから始まる始まるのが多いんだけど、これがないんだね。じゃあ、ちょっと、んあ明かりからメールだ。ああかりちゃん、この前、本当に申し訳ない。なんかね、あんなことになっちゃって。 傷ついてるのかなお願い久しぶり久しぶりでもないけどね <laughs> 私たらダンス友達がはるかとどうしてもダンスバトルしたいって言ってるの <laughs> <laughs> 悪いけど相手してあ、えー、げてくれないかな彼女じそ堀道の木が植えられているあたりにいるらしいから場所的にはちょうどズボラ屋の裏側ってとこかなあいそしいと思うし、えー、迷惑かもしれないけどよろしくね えー、この前の件について何も触れなかったね。まあ、なんかね。ん,ん私とダンスバトルがしたい人、どんな人なんだろう少し不安だな。でも、あかりの友達だし、ああ、この前悪いことしちゃったし、まあ別にるかが悪いってわけじゃないんだけど、クリスティーナさんがちょっと厳しかっただけで、まあでもね、なんか、うんー、ズボラ屋の裏側あたりに木が植えてる、 植えてある場所だったよね行ってみようこれってでもメインストーリーと関係ないんだよねええー、ちょっと待ってこれ <laughs> このマップ見てくださいよこのハテナ1234567891011個11個ぐらいあるのかなこれは <laughs> マジで あの、犀島編の最終章も月見野に着いたらさ、マップにいきなりクエスチョンマークが、確か8、8、8個だったのかなうん、これ回収するの大変だったし、<laughs> はるかちゃんもこの2章に入って、こんなに忙しくなるんだ。えー、どっからやろうかなーって感じだしね。で、さっき、あかりちゃんの友達のダンスバトルって、 まあ、メインストーリーじゃないから、アナザードラマか、でもサブストーリーでもないね。どうしようかな。<laughs> 急に忙しくなる。えー、っと、でも、えー、っと、事務所にもね、ちょっと、仕事のミッション、まあ動画撮ってない時にやっときたいから、一旦ちょっと事務所に行って、えー、用事を済ませてから、 サブストーリー回収しようかなうん。ということで、まずはまっすぐ、えー、事務所行きましょう。んあー、ここにサブストーリーのマークがあったから、いきなり発生したのか。朝顔のみんな元気してるかなあ朝顔に関係するサブストーリーだね、これは。沖縄か。そうだ。山浦さんに沖縄の観光雑誌の取材があるって 言われたっけ忙しくて忘れちゃってた観光んあ、メールだメールあ、あやこからのメールあ、やり取りしてるんだへえあやこですはるかねえじゃん、今月も仕送りありがとうはるか、朝顔にも仕送りしてるのお金あるのええ、キリウさんの分え、キリウさんからの仕送りじゃなくてはるかから あんまり無理しないでね。この前もテレビで見たよ。すごいね。朝顔はみんな元気してるよ。ふん。すごい偶然。みんな見てくれてるんだ。ちょっと恥ずかしいけど嬉しいな。あやことはメールのやり取りをしてるっていうことだよね。他の子たちは携帯みんな持ってないのかなさすがに。返事だそう。えっ、ー、と、元気そうでよかった。なんか困ったこととかない お、早い。あやこメール打つの慣れたな。早くね。今送信したばっかりなのに。いや、今さ、5秒ぐらいで送信して、すぐにこんな長文書いてくるのおかしいだろ。あやこです。ありがとう。えー、でも大丈夫だよ。みんな元気すぎるぐらいだから。はるか姉ちゃんこそ何かこう困ったことない。ゴーヤとか送ろうか。<laughs> <laughs> まあ確かに沖縄って言ったらゴーヤーも有名なんだけど <laughs> そんなわざわざ送るもんなの <laughs> よかった私も心配かけちゃいけないなえー、とゴーヤーは苦いからまた今度これから沖縄の観光地の取材だよ朝顔でも読めるかもとうーんあれ今回はあんまりあれ変人来ないね あ、あれ今度は返事来ないな。まあ、買い物でも <laughs> 行っちゃったんじゃないうん。あ、来た来た。なんだこの、メールのやり取りのサブストーリー。<laughs> <laughs> 仕事大変ね。えーと、その取材の仕事もしかして手紙の質問に答えるやつかなあの、もしそうなら質問にちゃんと答えてあげてね。お仕事頑張ってね。んなんでなんか、 そののの取材の質問知ってるのかなちゃんと答えてあげてねって。なんだろう。うん。ありがとう。じゃあ仕事行ってくるね。また連絡します。と。みんな元気みたいでよかった。ちょっと最後のメールが気になるけど、確かに。行かない。もう雑誌の取材の時間だ。現場集合で、えー、場所は、んさえ、なんとか、筋のスタジオだったよね。急がなきゃ。 でもこれはサブストーリーだから別にすぐに行かなくてもいいんだけどでも続き気になるなこれか手紙えー、っとマップの場所はなんとか門橋 <laughs> 地名ねちょっとあんまり読めないんだけどどこだろうあここかはいはいはいあでも どうしようかなちょっと遠いな。一旦事務所に行こう。万が一、あの、あの、スタジオに行ってる途中にまた他のサブストーリーでやったらね、<laughs> ややこしくなるんで、一旦これはちょっと一個だけ拾って、えー、事務所に行きましょう。よし、今日はクリスティーナさんの、えー、レッスンだね。どんなレッスンだろう 事務所レベル、えー、アップ。ああ、3になったね。<laughs> レベル3になりました。テレビ出版の新しい仕事依頼が入りました。仕事スケジュール画面から確認できます。ほう。ほうほう。まあ、とりあえず。おはようございます。堀江さんおはよう。じゃあ。 行きましょうかえー、もう着替えたね <laughs> この着替え室こんないっぱいあるんだけど他に誰か使ってる人いる <laughs> 多分この会社のタレントあのアイドルって本当にはるかしかいないとは思うんだけどねまあ行きますかおーいたいたまたこのポーズだよ <laughs> クリスティーダさん おはよう、はるか今日から本格的にレッスンを開始します、うん、残された時間はごくわずか集中していきましょう準備はいいですかえーとはい一応はいよろしくお願いしますよろしい。では始めましょう多分今までのレッスンとちょっと違うだろうねまあ操作方法は一緒かもしれないけどおおんか難しくなってるよえー、ちょっと <laughs> 難しくなってる。えよいしょ。これ、どこまで達成できたらいいのかなあ、えーと、ちょっと僕、あんまり <laughs> 他の画面見れないけど、あの、右上の、多分ね、あるんだよ。何個以上取ったらいいかみたいな。ちょっと待ってね。これ終わったら、ちょっと一瞬だけ見てみよう。えーと、あ、なんとか <laughs>、え 見れんねスコアがランク B になったらいいのか。あと最大コンボ数が40。なるほどね。頑張りましょう。これ切れちゃいけないんだ。いけ、いけ。はるか。よし、あのハードを使おう。よしよし。これで多分点数がさらにアップすると思うんで。いけ、いくぞ。あ、それ。<laughs> <laughs> まだ C なんだけど <laughs> 頑張れ頑張れ頑張れあ B にあったよっしゃよっしよしこれでクリアかな一応本当はもっと上行きたかったけど A とかねこれなんかえー、ランクによって経験値違ったりするのかなもしくは得られるあ得られる報向が <laughs> 違ったりするのかな行 <laughs> けはい あ、でも、ま、あ、ま、ま、まあ、悪くはないかもね。<laughs> 悪くはないけど、いっぱい見捨てる。はい、いけ。いけ。最後まで頑張れ。1、2、3、オッケー。お、ランク A になった。よっしゃ。よっしゃ。いい感じなんじゃないふぅ。エクセレント。上場ですよ、ハルカ。上場ですか。よかった。 なあ、はるかちゃん、んレッスン中悪いけど急な仕事が入ったんや。何急な仕事？説明するから手が空いたら事務所まで顔出してくれるかな。わかりました。え、クリスティーナさんに失礼だろ <laughs> 急な仕事ですか。仕方ないですね。なあ、ハルカ、レッスンは一旦切り上げましょう。はい、ありがとうや、せっかく来てくれたのに、お経験値五千ももらえる、すげえ <laughs>。 <laughs> まあ確かにはるかはあの他の人と違ってえっとあんまり街でねそういう喧嘩したり一切できないから得られる経験値も少ないはずなんだよだからこういうミッションでいっぱいもらえるっていうんだね何えー、っとはるかちゃん急で悪いんやけど市民イベントに向かってくれるかな市民イベント えっと市民イベントに代理出演しますえ代理なんだえっ、ー、とこんなんじゃないを披露します <laughs> なるほどいやーだってクリスティーナさんせっかく来てくれたのにな難易度かまあノーマルで市民イベント急な仕事事ですか、うん、そう事務所の目の目前にある公園あそこで市民イベントやっててさあ公園でさその へ今日イベントするはずやったタレントが風で声出なくなっちゃって穴が開いたらしいんや何で代役を頼まれた大役かよただ正直言うて場所が場所やからねあまりお客の数は期待できそうにないんやまあでも公園でしょそうて、うん。まあねわかりました 特設ステージって言ったらまあまあまあいい感じなんじゃないるどだね。<laughs> やめろやめろ,やめろ何この特設ステージや,や、ね、<laughs> ホームレスのたまり場じゃねえかよこれ。<え>何ビールケース引いてんじゃねえかよ下に。 いや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  <laughs>、来るはずのタレントがけいへんって言ったから。誰かこんなところで歌いたがるんだよん。ステージの後には握手会もあったらしい。握手会。いやいや,いや、厳しい営業やわ。ま舞台度胸はつくやろうけどな。勘弁してよ。なるほど。さあ、<laughs> ほんなら、早速やけど、衣装に着替えて。うん <laughs>、頑張るけどさ。いや、いつもの衣装じゃねえか。うん、なかなかええやん。 もうありがとうございます。さて、どんキャクスク盛り上げるんですかしようも、いやむしろ誰が見るやれホームレスじゃない。あんたの歌で、人集めたるぐらいのつもりでやってみ。頑張りや。わかりました。やってみます。ほんならそろそろろ始まる。<laughs> <laughs> 本当にさ、下にビールケース引いて、あれ何ダンボールい何 これ崩れたりしたらどうすんだよなあこんな <laughs> こんなんステージでもう本当にこの <laughs> 歌の通りだよこんなんじゃないよね <laughs> 勘弁したまあでも難易度はノーマルだけどこれさっきのクリスティーナさんの修行よりは簡単になってるなしかもこの曲よく歌う,歌うしねうん けこれも一応僕今見れないんだけど <laughs>、えー、右上に多分ミッションがあるんでさっきみたいにクリアできたら OK ミッション、えー、クリアってことかなうん,んよっしゃとりあえず B まで行ったまあさっき A だけどああれ使うの忘れたよあちょっとミスったこれ使えばもっと点数上がるはずなんだけどないつも忘れるボタンの入力に集中しすぎて

お一応事務所レベルがアップしたファンの数も百何十人ぐらいは増えたねよっしゃ能力までアップした握手会に代理だとそうだねおかしいだろうだっていやーそんな今日来るはずだったタレントさんの握手会なのに はるか変わってやってもな誰やねんってなるでしょえ一応人いるんですうんこんな <laughs> 食堂のテーブルみたいなところで <laughs> ういますん周り段ボールとか ホームレスが住んでそうな家あれおじいちゃんもいる <laughs> おじいちゃんもア,アイドル好きなんだえありがとう頑張ってな頑張るへえ <laughs> ファンの年齢層が結構幅広いね <laughs>

<laughs> ありえねえだろう。てかさ、<laughs> これ <laughs>、この沢村遥かっていうのは <laughs>、元々誰だなんとか谷。何わ <laughs> かんないけど <laughs>。こんなのありえる？沢村遥かライブステージ。いやいや <laughs>。<laughs> もう勘弁して、こんなところで。 じゃあ次どうしようかな。あ、こういうのかな鍵がある。一応拾おとこう。えー、っと、まあとりあえず今事務所には自由に出入りできるんで、まあメインストーリー発生しないようになっている。で、えー、っと、堀江さんがドンキのあそこにいるでしょ。まあちょっとこっからは本当にサブストーリーちょっと拾っていきましょう。ということでまず、ただね、 えっとさっきの朝顔のサブストーリーはちょっと距離があるんで多分この辺だと思うんだけどで途中でま、ね、な何かあったらうんどうしようかなって感じなんだけどとりあえず行ってみましょうか多分この辺だなおおこれこれ出た出た沖縄の観光雑誌の取材場所あそこだよねうんじゃあ 行ってみるか。でもなんか怪しそうだな。どうなんだろう。うん、ここだよね。もう時間だし早く入ろうか。うん、入る。よし、朝顔のみんなも読むかもしれないんだから頑張らないと。お疲れ様です。佐村春花です。今日はよろしくお願いします。うーん、なんか怪しそうだなこれ。<laughs> おっと、は私琉球観光出版の、やらと申します。こちらこそよろしくお願いします。あ、もしかして沖縄の方ですかはい、生まれも育ちも、ははは、苗字で分かれました。確かに沖縄っぽいな。<laughs> ええー、懐かしい感じがします。<laughs> それは嬉しいですね。では、インタビューの方、よろしいですね。はい、お願いします。んこれちゃんと答えてあげた方がいいって、あやこちゃんが言ってたけど、 どんな質問がえー、今回のインタビューですが、沢村遥さんが沖縄出身ということで、沖縄の子供たちからお手紙を募集しました。<laughs> ーいやーうちの創刊以来、いジマの反響ですよ。地元出身ということもあって、すごい人気です。本当ですか嬉しいです。 残念ですが、締めも限られていますので、私どもの方で3つ絞らせていただきました。ほうほう3つそれぞれのお手紙に沢村、澤、えー、村さんなりのコメントをいただければと思っています。よろしいですか、はい、はい、大丈夫です。では、早速ですが、最初の手紙。えー、小学校6年生の宇宙博士君からいただきました。あペンネームなんですね。 えー、ちょっとこの3つ全部そうなんですよ。えー本名が書いてなくて、この子は宇宙が大好きなのかなでは、改めて、沢村さん、いつもテレビで見てます。沢村さんが踊っているのは、すごい、すごくかっこいいです。うん、でも、僕は運動が苦手で、特に逆上がりができなくて、クラスの子からバカにされてます。えー、どうしたらいいと思いますか という、まず、一通目でした。逆上がりができないか。私も経験あるな。沢村さんはどう思われますかえへへ。頑張って見返そう。無理をすることない。馬鹿に仕返っちゃ、馬 <laughs> 鹿に仕返しちゃえ。これはアイドル、女の子の発言じゃないな。頑張って見返そう。えー、っと、苦手だっけまあ、でも、無理することはないでしょう。 できなくても他の分野で他の領域でうん見返したらいいんじゃないこれで。バカにされるのって辛いですよね。でももし宇宙博士ん、えー、が運動するのが嫌いなら無理することはないんじゃないかなって思います。宇宙博士軍、えー、きっと宇宙のことが大好きなんだと思います。ならその好きなことで思いっきり頑張ればいいんじゃないかって。 差が上がりができなくても宇宙について物知りならきっとクラスで自慢できますよ。確かにね。誠実な言葉ですね。きっとこの子にも伝わると思います。ありがとうございます。では続いて2通目のお手紙を中学、えー、中学1年生の、んリオナ大好き。え、えリオナ大好きくんからいただきました。これ三つおじゃねリオナ大好きな、 男の子ってもう三つだよえ <laughs> 私もびっくりしましたおまかせなペンネームですよねいやーもうバレてるよ沖縄 <laughs> で中1でリオナが大好きって三つツじゃないの <laughs> あれそういえばさっきの宇宙博士くんも小6ってもしかしてあっ城あそういえばそうだねあなんかキリュウさんのあのサブストーリーで宇宙大好きだからその本を買って ってえー、買えるよような金をし送りしたよねあれがシローだったんだね。じゃ、これ <laughs>、マジで。サオコラさんは,はい、すみません、どうぞ。いけないいけない。取材中に集中しないと。では、改めて。はるかねえじ、ー、ゃ、うここはもうバレバレだよ、はるかねえゃゃ。<laughs> いつも応援しています。えー、芸能、 んあ芸能人ね。<laughs> もう、ひらがななんだ。みんなかっこよくて、きれいで,で、すごいなと思います。僕には好きな人がいるのですが、その人は、そんなに、えー、乗り気じゃないみたいです。これは僕がイケメンじゃないからでしょうか。<laughs> というお便りでした。はるか姉ちゃんか、やっぱり、うん、慕われてるんだな。 ペンネームに続き質問もお任せさんでしたね。好きな人が振り向いてくれないのはルックスのせいとのことですが。<laughs> 大事なのは気持ち。見た目を磨く <laughs> 諦めよ。<laughs> いやもうこれはもう大事なのは気持ちでしょ。あの、龍がごとく3で、三つおとりうな、あの、まあ、最初はリオナはめっちゃ、まあ、ツンツンしててね。うん、あんまり、ね、乗り気じゃなかったけど、あの一見で、ね、 なかなかいい感じになったよね。ちょっと3で3のシーンを思い出しちゃった。あれはちょっと感動したよね。まあ大事なのは気持ちだよ。うー,うーん、確かに見た目って人に惹かれるきっかけとして大きいんじゃないかって思います。私のいる芸能界というところも、えー、リオナ大好きくんの言う通り、えー、少なからず見た目を重、うん、んじる世界です。 でも、人を本当に好きになるとき、もっと別のものに惹かれるんだと思います。それは誠実さとか優しさとか、そういうその人がどういう人かどういうところだと私は思います。芸能界でも多くの人から尊敬される方というのは、見た目だけじゃなくて、その人となりが本当に魅力的な人たちばかりです。リオナ大好き君が本当にその人を好きなら、誠実な気持ちでその人と接し続けてみては、 どうかなって思います。芸能界で活躍するサムラさんの言葉だけに説得力がありますね。ありがとうございます。この,とこもこの子もきっと勇気づけられると思います。<laughs> 頑張ってよ、三つさてさて、次が最後の3つ目ですね。中学2年生のんドラゴンマスクマン君からいただきました。あれかな、大地かな <laughs> お、立った。は <laughs> るか立ったよど、どうしました あ、いえ、えっと、ご、ごめんなさい。<laughs> うん、ドラゴンマスクって間違いない、大地だ。じゃあ、今までのもやっぱり、だから、あやこがちゃんと答えてあげてね、っていう。あやこのメールが何か変だったのは、このことだったんだ。えっ、ー、と、じゃあ、続けますね。すみません、お願いします。んー。えー、背景 沢村さんいつもテレビで拝見しております私たちの家はいつも沢村さんの話題で、えー、持ちきりです。この BGM 流れてくるとなんかちょっと泣けそうになってくるなうん、僕の家にはお父さんのお母さんのような人がいたのですが分け合って今は長い旅行に行っています。 僕は残った家族の一番のお兄さんとしてそのお父さんお母さんのようにしっかりしないといけないのですがなかなかうまくいきませんお父さんお母さんのようになるには僕はどうしたらいいでしょうかうわーちょっと呼んでる泣けそう <laughs> うーん感動するわなんだかとてもしっかりした子のようですね中学生とは思えませんいかがですか沢村さん今まで通りでいい両親は帰ってくるよ もっと頑張ってえっ、ー、これどうしようかな両親は帰ってくるよ今まで通りでいいまあでもきっとずっとこのままじゃないと思うんでうん帰ってくることを願う俺は願うキルさんに帰ってほしいこれだ 大丈夫。きっとご両親はすぐ帰ってきます。うん、今はみんなに寂しい思いをさせてしまっているかもしれません。でもお母さんもきっとお父さんもいつか帰ってきます。またみんな一緒に暮らせる日がきっと。うん、だから今まで通りあなたのできることで家族を守ってあげて。さあ、大村さん。あご、ごめんなさい、私。いや いえ、よくわかりませんが、今の言葉できっといいのだと思います。このまま掲載させていただいていいですかは、はい。ありがとうございます。うーん、感動するな本日のインタビューは以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はとてもいい取材ができました。手紙をくれた子たち、きっとみんな元気をもらったはずです。 ありがとうございます。あ、その手紙なんですが、今日の3通以外も読ませていただけませんかえ、あーはい。一応今日すべてお持ちしています。郵送で事務所へ。い,いえ、全部持ち帰ります。え重いんですよ。大丈夫です。これでも結構力持ちなので <laughs>。わ <laughs> <laughs> かりました。では、用意しておきますね。あと、こちらが本日の謝礼となります。お受け取りください。 2万円。お、いいね、いいね。はるかにとっては、やっぱりお金の方がいいかな。ありがとうございます。いえいえ、では今日はありがとうございました。はい。お疲れ様でした。失礼します。おー、これで全部手紙持ち帰るんだ。きっと、他の子たちの手紙もこの中にあるんだよね。後で読んで、一つずつお手紙返そう。 それにしても宇宙博士はともかくリオナ大好きにドラゴンマスクマンだって。ふふふ。これで隠せってるつもりなのかな <laughs> 誰かさんみたい。キリュウさんだよね <laughs>。直接言えないで手紙で相談なんて。ふふふ。全く世話の焼ける子たちだな <laughs>。いやー、これ、このサブストーリー本当に俺感動した。朝顔のみんなと、 うん。経験値4000ももらえる。本当にすごいな。遥かなサブストーリー。<laughs> いやーもう泣けそう。泣きそうだったわ、さっき。これね、噛んなって。みんなのためにも頑張らなくっちゃね。まあ、キリュウさんの時も、朝顔のやつ、サブストーリーもあったし、 はるかの時もあって本当にこれは良かったな。